演奏会を演奏を自分がして、そしてこんなんだったっていう、そしてお客さんが聞いてて良かった悪かった、そういうんですけど、そこに差があるんですね大体。あ、はい、そういうのってやっぱ先生は演奏会たくさんされて経験したと思うんですけども、なんかそれに関して何かを経験とか、いまだに僕は疑問に感じるとあるよね。例えば指揮者だってそうだよね。オケに人気のある指揮者は必ずしもパブリックから人気あるかどうか分かんないっていうことあるでしょ。だからオケから見てて、僕もオケ経験ありますから分かってんだけど、もうちょっとちゃんと振ってもらいたいなみたいなね、指揮者すごく人気あったりね、お客さんから見てね。でそういうのってやっぱりなんかあるんじゃないですかね。だから我々器楽演奏家も今日はうまくいったなと思っても、まあそんなにお客さんは普通あのすごい喜ばないみたいな寂しいですね。寂しいんだけど、で今日はちょっともうあんまり調子よくなかったなっていう日に限って、なんかすごいお客さん喜んでアンコールアンコールって止まんなくてっていうことはよくありますよね。でどうしてそうなのか未だに分かんない。僕も分かんない、分かんない、なんか原因あるんだと思う。だからね、僕がね、自分の演奏についてはもちろん分かんない。ただね、僕の先生だったランパルの話をすると、彼がやっぱりそういう演奏家だったんじゃないかなと。それからあの頃の巨匠たちはウィルヘルム・ケンプとか、もう僕も何回も聞いてんだけど、パリでああいう人たちっていうのは、ケンプはもう年も取ってたんだけど、ベートーベンのソナタ全部やるっていう演奏会を3日続けてサルピレでもやったけど、やっぱりねすっごいミス多いんですよね。一番覚えてるのはね、27番のあの綺麗なソナタをね、途中で違う曲始まっちゃって混ざっちゃって、ああと思ったらまた戻ってきて終わるんだよね。そういうこともやってたりして、今だったら考えられないかもしれないけど、でもそういうことやっても関係なくファンはもうすっごい熱狂してるのね。あとルービンシュタインもそうだった。アルトル・ルービンシュタインってポーランドのね、パリにいたけど、あの人の演奏会も僕何回行ったかな、大好きで。こんなこと言っちゃいけないだろうね、言っていいのかね。とにかく最初から最後までミスだらけなんだよね。もうミスタッチだらけで、でベートーベンの4番のね、ピアノコンチェルトをね、ナショナルと一緒にやったんですよ。これオーケストラナショナルでファンスでやったのね。いやそれはね、まああのお年でよく弾くって感じでもね、ルービンシュタインの人気ってもう絶頂で最高だったんだけど、とにかくもうね、やっぱり調子良くないなってのは分かるぐらい問題だったの。でところがですね、その終わったアンコールが始まったら、まあ、自分のペースでゆっくりのアンコールからマズルカからノクターンからスケルツォから始まるわけ。そして延々40分ぐらいアンコールやってた、シャンゼリゼで。もう熱狂ですよ。不思議だよね。まあでも今のお客さんとあの頃のお客さん違うのかもわかんないね。今のお客さんはパーフェクトなものを求めるのかもわかんないし、あの頃はそういうもんじゃなくて、その香りとか匂いとか音色とか、その人の人生みたいなのをこう見て、ルビンシュタインは特にすごかったのは、ステージに出てきておそらくどんなに短く見積もっても10分ぐらいは弾かせてもらえなかったね。始まる前拍手止まんないわけ、もう始まってない、まあ、それだけファンが多かったっていうことだよね。だからまずランパルの話だと面白いのは、やっぱり彼もよかったのは、前半がもう全然、これ言っちゃ悪いかもしれないけど、ああとうとうランパルももうこれで終わりだなみたいな、すごい演奏を最初始めちゃうわけ、うん、すごいっていうのは良くない、良くないわけ。音は出てない、指回ってないとかね、まあ先生すいませんって感じなんだけど、でも本当なんですよ、うん、ところが後半始まると別のランパルが出てきたっていう感じでさっきのは何だったんだろうっていうぐらい、音はいい、指は回る、もう最高この調子になって、そしてまた延々とアンコールやるわけで、そういうその一つのステージのそのなんていうの、共有する時間、我々は一緒にこういて、こう全てがね魅力あったね。だからもうなんか完璧な演奏っていうのを最初から最後までなんか聞いてると、まあ僕が今こう言うっていうのは負け惜しみかもしれないけど、荒探しになっちゃうんだよね、完璧な演奏を最初から最後まで聞いてるとね、うん、どこでミスるんだろうあいつなんてさ、ミスんなかったすごいなみたいな。でもミスるかミスんないかっていうことではなくって、音楽とその人の持ってる人間性みたいなものでお客さんを酔わせてしまう、お客さんの心を本当に掴んじゃうんですよ。でそういう演奏を、まあ、昔の巨匠たちはたくさんしてたと思うね。はっきりと分かんない、うん、どうやったらそうなるかっていうのは分かったら巨匠になりますからね。いやもうね本当に、はい、まあ、そういうこと分かってる、分かってきてるんだろうね、ああいう人たちってね。やっぱりね、お客さんの心を掴むというか中に入っていく、そういうそのなんていうの、やっぱりこう人間性っていうか、なんていうのかね、生きてきたその生き様とか
全てがそう出るんだよね、演奏っていうのはね、うん、だからそういったものを感じた時にあいいなって思うんじゃない、うん、だから若い人たちもその技術はもちろんすごく素晴らしいのはまあいいとして、どうやったらその自分らしさが出るかっていうところがやっぱ最終的には僕は勝負になってくるんじゃないかなと、うん、と思いますよ、うん、それはコンクールでもそうじゃないかなきっと、うん、でもこれがポイントだってのは分かんない、いまだに分かんない、うん、自分自身で僕はそうだけど、だからさっきも言ったように自分でいい演奏してるつもり全くないのにお客さんすっごい喜んでくれて、そういう時に限って CD が本当たくさん売れるんだよね、おかしいんだよね絶対おかしい、うん、で今日は完璧に吹いたなと思って、まあそんな完璧に吹くことはまずないんだけど、でもたまには完璧に僕も吹くんですよ、でそういう時に限ってお客さん喜ぶかなと思ったら全然そうでもない、でそれはもうね本当わからない、不思議だね、誰か教えてほしいよね、もう私たちは何を練習していいのかって分かんないです ね、 だからランパルが言ってたのはスペインで僕は彼と一緒に演奏旅行やった時にある聴衆が、うん、モーツァルトはどうやってあなたのように吹けるんですかって彼に聞いていたのを思い出してたけど、そしたらランパルはモーツァルトを吹くには演奏するには人間の大きさが必要だって言ってたね、イフォラディモンシオンドラムって言ってたね、まあそう言われてもね、人間の大きさって言ってもさ、いわゆる人生の中で性格的なものも含めて喜怒哀楽もそうだし、それからいろんなものを経験したそういったものが全て音楽になるからっていう、そういうことだと思うんだよね、綺麗汚いもう全部、楽しい悲しい悔しい何でも全部が音楽に反映するんだっていうことをまあ言ってるんじゃないかと思うんだけどね、うん、人生経験って人生経験のね、うん、まあ、そういったものが全部演奏っていうものにこうなんかどっかでこう見え隠れするんじゃないかと思う、うんうん、そしてそれを聴衆っていうのはなんか感じるんですよね、それはどういう時なのかちょっと分かんないけど、でそれを感じた時に感動もするし、ああってこう吸い付かれちゃうみたいなね、そうなんじゃないかなと思うけどね、うん。